僕らの誘いでクラブへ不圧扉の力開く白いツバトのパーチで忘れられたパーチがいつも。どんぐらいやろ、1ヶ月ぐらいじゃん、入院しとったんは。そのうち隔離が10日間ぐらいかな、うん、隔離室入っとったんは。記憶たどる、しんどい白い部屋、記憶の中。10月半ば、仲間のじゅんちゃんとポン、寛解の連続。良くなってくるから、今俺実際良くなってきてるしさ、安定してるしな、まともに働けとうしな。やっぱ介護は初めてやるけど、いけるかなって思ったけど、まあダイレクトに必要とされることしてるから、やっぱいいことやんか。全部を変えてゆけ、すだら。俺は言うからな、これのおかげやっていう。それはそれでさ、その無宗教のやつでもリスペクトは得れると思う、うん、こいつ素直やん、これこそラッパーや。俺らは心で描いたものだけ作れていたはず。俺らは心で描いていた。よう帰ってこれたよな俺。俺は黒いペン、ただ単自分の面、白紙の上で黒になって命を削る。俺は黒いペン、今日生きた正義残すね。いつの日か自分の世界よく変える。上がってこ地獄の牢から、往復しまくった廊下や、中にはバンダイダイの明かりや、俺にだけ言ってくれた話や、